目が悪くなりました寺島純太ですだから目がね悪いですコンタクトがないと外を歩けません三沢幸子です寺島純太と三沢幸子の小説家になろうナビセカンドブックこの番組は小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきますはい先週の放送はね私たちの仕事始め2021年仕事始めどうですかもう大丈夫 ふわふわしてますうんあれラジオなのにマイクのテストを忘れるというねあれいつもしてましたっけって気にねさっきねなんかね何でしょういつもしてるんですよねあの回る前にじゃちょっと声くれるみたいなデザーさんが言ってじゃあ軽くこのね今この番組は小説投稿された小説館なのにみたいなことバーってつらって言ってはい音量ケーみたいなバランスケーみたいなるのをやってたはずなんですけどえ何やればいいのとか言いながら <laughs> あれあ今僕のあのマイクテストですかみたいなそうですよもうみんなでね、うん、何年やってるのよっていう言いながらねあのそう今ちらっとねザミさん言っていただいたんですけど僕メガネかけまして、ね、うんそうですね,ね見て初めて見ましたずっと裸眼で頑張ってたんですようん、うん、で零点多分四 0.4と0.6ぐらいのね、右0.4の左0.6ぐらいの感じで、なんかまあギリいけないことはないぐらいの感じなんですよ。溢れることができてたんですか普通に？全然できてました。台本読めるし、あとあのまあ遠いところにぐらいの感じだったらなんとなくわかるじゃない？あの秒数とかっていう形でね、シルエットでわかるから。ただこう複雑な感じとかこうつれてる文字になるとなんかよくわかんないなみたいな感じだったんですけど。 まあやっぱちょっと新年ということで2021年ってことなんであのもう腹くくって眼科に行ってきましてはいもうちゃんとメガネとコンタクトを作ってもらったんで今ねみんなの顔がはっきり見えるのよなんで今まで見えてなかったんですかもしかしてやっぱねいやずっと見えてると思ったんですよでもメガネかけるとなんかね違って見える ぼんやりしてたんですか。か<は>質感がリアルみんなえ。どういうこと？ゲームのなんかグラフィックみたいなことな、ね。プレステ2ぐらいの感じで見えてたんですよ。えー、すごい荒いですね。荒かったんですよ。で今ようやくプレステ4とかぐらいまで見えるようになったんで。うん、あすごい見えてる。そうなんですよ。今までじゃなんとなくのシルエットとか服装の色合いで、うん、この人は何何さんって覚えてただけで<う>見えてなかったんじゃないですか。なんかねそうぼんやりと見えたっぽいね。えー だす今ませ家の汚さとかもバンバン気づきますしいや男性ならではの目線ですねなんか家汚れないなーってこの家は埃が全然積もらないなと思ってたんですけど、うんうん、もう眼鏡かけたらまあまあ積もってますよ埃があらららら気づきたくなかったみたいなねまあお掃除もした方がいいですねこれはお掃除もした方がいいですよをかけた方がいいですよそうなんですようああそうだったんだザーミさん俺コンタクト知らなかったなあもうクリアコンタクトなんであんまり見えないと思うんですけど、うん、ずっと中学校ぐらいの時からこのもうずうめ 悪すぎて黒そうなんごくもともと良かったのにだんだん暗いところでゲームしたりとかしたら悪くなってった感じですね,ねパソコンずっと見ててとかで悪くなっていってやっぱ授業中に支障が出るからって言って眼科に行ってでコンタクトは怖いし親がなんか危ないからやめろとか言ってたんですけど,あどまあ東京とか来るようになって大学生ぐらいになってからなんかもういいよみたいなコン,コンタクトいいよみたいなもうじゃあ今許可出て。 いやもう今できないのそれがあー。ああ慣れ本当に慣れですこれは。なんかねもうなんかつぶっちゃうんだよね一瞬目にこうちょって,て、ね、そうけってつぶっちゃうんだけど。鏡見なくても全然平気です。ええー。全然だってもう取ってもう普通に目広げてこのままこのままここやってペタって、でも勉強されますからね。うわあごいできますし。うもう取るのも簡単。もう酔酔っ払いながらもう無理って思いながらで、ね、もう。うん ワンデイコンタクトだけは床に置ける。慣れたもんやな、<laughs> そっか。なんかカピカピの乾いたワンデイコンタクトと私が床から発掘する、うん、<laughs> 時はありますよ。そうなってくるのが上級者になると。そうそうそう、うう私はワンデーしか使ったことないんですよ。ああでも僕もねワンデーにします。うん、ワンデーのが楽です。ねそうだよね。管理も面倒くさいし、酔ってたり激眠の時もただ取って寝れば。そうだよね。い,うん、いいから。 あ、でしつけっぱなしで寝るのが一番ダメなんですよ。そうなんか目に酸素がいかないとか言って良くないらしいので。ね、いや気をつけないとなそういうの。そうです。いくら眠くても。ちょっとコンタクト先輩いろいろ教えてください。いろいろなんかあったらあの言ってくれたらこういう時はこうした方がいいよってうのもね、とかもう言えます。<laughs> あとここのメーカーのこういう目薬がいいよとかね。あ、そういうのもわかるんもう全部言えますので。いやマジで教えてもらっう,う10年以上コンタクトと付き合っているので。コンタクト先輩もうまだ歩み始まだ一で,<も>で。でも青年さんってみんなあれじゃないですか？金持ちの声優みんなレイシックしてません？金持ちの声優みんな レーシックしてる。怖いですよレーシック。私も怖くてなんか手術がしたことがないさ。あらゆる手術を一回もしたことがないんで。レーザーとか怖くなんか目突き破って脳みそ焼かれないからみたいな。そうそうそこまで心配する？なんかその薬医者やめな。あやめ失速間違えちゃったみたいな。いや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 い医者いない。みたいな。オカルト番組の見すぎです。 怖いけどね。あるからね。いやでも本当まあでもでも見えるようになったんでばっちり。ざみさんの顔も台本もねデルクサーさんの顔もばっちり見えるようになったんでね。見えなかったんか。今までもんやりとしか見えなかった。手がか手が上がったなと思ったらしゃべりか見えなかった。今回ばっちり見えたんでね。えよく僕もしっかり道しるべを得たということで。じゃあそんな曲流してもらいましょうかね。ということでお聴きください。 ザーミさんはいお誕生日おめでとうございますありがとうございます、はい、!1 月13日が誕生日だったのでもう4日もたっておりますけれども28歳になりましたねちょっと遅れてしまったんですけれども今回はまあザーミさんのね、はい、えお誕生日を迎えられたということで、えー、もうスタッフさんとそして僕でいろいろね、えー、プレゼントを考えてきたんですよ。ザーミさんの台本なも書かれてないでしょそう ここ現場で段取り確認びっくりマーク。ほぼなんか真っ白です。そうよくあるあのね、本人には教えないみたいな。もうあのディレクターからズダ頼むなっていうもう。あそれあそうなんだじゃあ何してくれるんですか。投げっぱなしスープルックスみたいな技飛んできたんですけど。はい。でもねもう任せてください。はい。じゃあまずはカモン。何？藤岡カモン。何？何がカモンまずは。まずはスタッフさんを招集しました。はい。隠れてそうで隠れてなかったギターが。えなんで急にギター？ ギターめちゃめちゃ弾けるんだ、ね、そうなんだあのなんと同期にね、うん、もう本当に名前を言えばねすぐみんなパってわかるような売れてるね、うん、もう名バンドたちと一緒に関西のライブハウスでしのぎを削ってたすごいバンドのギターさんということなんではい。その方に今回ギターを弾いてもらいつつ僕が歌をプレゼントするというありがとうございますも<う><ー>去年末から仕込んでおりましたえー、知ら はいで今回はもう中島みゆきさんの「糸」をねこの番組ねもう皆さん一丸となってね、はい、布を作り上げて、えー、小説家になろうというものにね、はい、ブックカバーを作っていこうか <laughs> <laughs> そういうことで、はい、じゃあ早速 <laughs>、はい、お聞きください。はいえー、中島みゆきでわあありがとうございます すごい。<laughs> あれ、やっちゃった感出してますよ。<laughs> あと、うん、僕もえぐい緊張したね。<laughs> いや、すごい緊張伝わってきました。 すごかったでもありがとうございますすごい完成度だった後ほどり直します後ほど撮り直しましたいや十分ですよえすごかったいやでも緊張した私物のギターですかあれ私物のギターですよえそうなんだそうなんですよありがとうございますいやねもうザミさんの前で歌っていうのもねかなり緊張したすけどいや全然全然全然いやまあってことはねまあ僕の誕生日にはこのザミさんから歌ってほしいないやまあ何を歌えばいいんだあと何を弾けるんだあの人は俺俺また弾くんかいって顔してますよ もうあの中島みゆきでお願いします中島みゆきさんかいや私が撮ったらシャレにならないと思うんでそれものまね絶対ゲストに来ないからってものまねでもありがとうございますちゃんと練習をお二人の中で行ってくれたのがちゃんと伝わってきて30分前に入って練習しましたねいやありがとうございますんか即興って じゃないクオリティをしっかり届けてくれて本当嬉しいです。えー、いやめちゃめちゃ緊張したんですけども、もあとプラス加えてですね。はいえー、プレゼント。ありがとうございます。はい、ございます。十分ですよ。もう歌のプレゼントだけで。はいえー、これはね、まあ、まず僕からなんですけども。はい、本を。本。はい。なんだろう。じゃ、これからのね、ざわみさんに必要な本を。え、何。二十八に必要な本。じゃ、えー、開けますね。なんか、はい、そのね、本が綺麗に紙でね。 あの綺麗に包まれてるから、ちょっとね、何の本がてるかかからない。いや僕もね、最近こう勉強してる分野なんで。分野。んじん。ゼロからわかる、フリーランス、自営業、お金の超基本。ああ。<え>ちょうどね。ちょうどね。フリーにもなりましたし、所属フリーにもなりましたし、<う>確かに。やっぱりね。 この年になってやっぱまあ声優って自営業なんでそうですね。全然あのあの部合だから毎月毎月決まったお給料があるわけじゃないんですよ。そうなんです。そしてね、まあその昔はね、まあ声優さんでね、まあテレビコやって、まあゲームとかやって、そのギャラをもいただいてってわかりやすかったんですけど、まあ最近こういうラジオであったりとか、まああと生配信っていうね、YouTube とか、YouTube を始めると途端に確定申告がややこしくなる。あ収入のね先が事務所一個だった。 のがそう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 まあ事務所さん入ってても YouTube も貼ったら YouTube からの収入もあるからんか振り込まれ先がいろいろあるからみたいなそういうのでねちょっと間違えちゃうと、うん、税金申告しないみたいになるとあ大変大変とんでもないことになるっていうのはもう先人たちを見て学んでいるのでそうならないために私たちは、うん、もうこういう今お金のお勉強をねしなきゃいけないということで。 その本を確かにめちゃめちゃゼロから分かるゼロじゃないかもしれないけど <laughs> ゼロじゃないでも経費確定申告節税老後資金全部解決できるって書いてある<う>助かるそれもう僕も最近いろいろイデコとかニーサとか学んでるんで<ー> <laughs> 確かにかそう聞くけどやってないこといっぱいあるから本当にやった方がいいのかとか無駄なことはないですけど知識に、ね、<laughs> ありがとうございますどどんどん素敵なな女性になっていいいきたいと思いますありがとうございます皆さん <laughs> プレゼントありがとうございました はいといととうことでね、えー、お祝いも、えー、一通りね終わったということで、はい、じゃあ早速のあの作品いってみましょうかはい今月ピックアップしている小説はこちら早起きは人生のじいさんを助けたら資産4兆円の男の養子になって嫁候補までできました。 現実世界恋愛ジャンルの人気作品です作者は猫又の猫助さんあらすじ、えー、両親を早く離亡し養護施設で育った少年彼は中学卒業を機に就職することが決まっていたが卒業式を終えた翌日に道端で倒れていた老人を助けたことで人生が一変する実は助けた老人は世界有数の資産家で自分の跡取りを探していたというお金のために人助けをしたわけではないと少年は断るがててんんはいはい。はい さんの表情が明歌わなきゃってことで今日ずっとねちょっともうんとなくんか肩がズンと重い感じがしてたんでね腰もなんか痛かったしなんでそこは知らんわなんか終わった瞬間もうフワってなってさあ朗読やるぞって顔してるそうこれは本業ですから朗読頑張りましょうはいということで今からお届けする朗読部分は原作 MBS ラジオで脚色しております小説家になろうで読める原作また違った色ありますのでそちらゃ。 でも楽しみいいたただけたらと思いますではどんな物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょうじいさんを助けた日の翌日のこと4月から就職が決まっていた俺は久しぶりに弟たちと遊んでやっていると養護施設宛てに電話がかかってきたはいこちらは桜ヶ丘養護施設ですはじめまして。 私岩崎財閥の秘書をやっております熱森と申しますが大空海斗さんはいらっしゃいますでしょうか少し冷たい雰囲気の女性の声が聞こえてきて何より「岩崎財閥」という耳慣れない単語に俺は電話の主を怪しんだ詐欺かなあうちにはお金ないんで詐欺とかしても無駄ですよお互い大変でしょうけど真面目に生きて頑張ってくださいねあんじゃあ うちは詐欺されても10万円どころか1万円だって出てこないそういう意味では貧乏も強いよなそんなことを考えていると60歳を超えた女性俺たちみんなの母さんであり施設の管理人両親を亡くした俺を救い上げてくれた桜井さんがリビングから顔を出したカイトさん何の電話でした <laughs> 多分俺俺詐欺の電話詐欺だなんて。 カイトさん大丈夫でしたか <laughs> 大丈夫大丈夫カイトくんお皿出すの手伝ってはーい食事の時間だ桜ヶ丘養護施設の子どもちの数は合計20人最年長で今年16歳になった俺とゆかりは施設から出なければならないゆかりは俺と違い成績が優秀で 学校からの奨学金を受けながら高校に入学することが決まっている一方で俺は子供の頃からの顔見知りのおっさん達のところへ就職が決まっていただからこうしてみんな揃って食事をできるのもあと1ヶ月ちょっとかそんな考えにふけっているとゆかりから声をかけられるねえカイト君一応昨日のおじいさんのところへお見舞いに行った方がいいんじゃない あまあそうか。んじゃあ飯食ったらちょっと行ってくるわ。おお来たかボう待っとったぞ。んどうも。なに縮こまっとるんじゃ。早くこっちへ来い。そう言ってじいさんが俺のことを手招きし、ベッド脇の椅子へ座るように指示してくるが。 室内にいた黒服やブランド物っぽい服を着た大人たちに一斉に見られて少したじろぐなんか周りの大人の視線が心のしか冷たい気がするんですがちょっとお待ちくださいおじさま本当にこの少年を跡取りに迎えるつもりですかえ<っ>そういえば養子にって言っていたなあれ本気だったのか。 何か問題があるかの問題あるに決まっているじゃないですか。こんなどこの馬の骨とも。ほう。お主はわしの決定を認めないばかりか。わしの命の恩人さえもバカにする。そういうわけじゃな。い、いえ、そのようなつもりは。ただ、一つよろしいでしょうか。もうしてみよう。えっと。 その少年を選んだ理由などを教えていただいてもいいでしょうかんただの勘じゃいくら岩崎様とはいえさすがに勘で決めるのは勘がダメと思うすかじゃがなわしがここまで財閥を大きくできたのは勘と自分の人間を見る目を信頼してきたためじゃええー、っとじいさん 俺あ、自分からも一言いいですかおおなんじゃというかボーズはそんなかしこまらんでいいぞえーっと自分を養子にするって本気で言ってるんですか本気も本気おおマジじゃよもしかしてボーズの養子になるのは嫌かいや っていうか、俺、じいさんのことをよく知らないし、いきなり言われても困るっていうか。ふん、なるほどの。じゃが、わしの養子になれば、金に困ることだけは絶対にないぞ。ああ、あと、超絶可愛い嫁候補もついてくるぞ。別に、俺は金のために人助けしたわけじゃないから。ああと まだ中学卒業したばっかなのに嫁候補って言われても実感わかないです。ああそうかそうか。坊主の気持ちはわかったんじゃが実はわしもう坊主のこと養子にしちゃった。はい 番組ツイッターとの連動コーナー皆さんもぜひ参加して楽しんでください、えー、お届けするゲームは新たな擬音を生み出すカードゲーム絶対擬音感です、えー、様々なカタカナが書かれたカードを組み合わせてシチュエーションにぴったりな擬音を演じて遊ぶゲームです、えー、こちらアンケート機能も使って遊んでいくので、えー、ルールは番組用に少しアレンジしております、はいえー、まずは答え合わせからなんですけれども、はいえー、年末二十七日放送分のですね二週分やっちゃいますはい はいまずは最初に12月27日分のズンさんは今年一番お腹が痛いでした痛そうに言ってましたそしてザわミがザわミのイヤイヤ期でしたイヤイヤ期すごいイヤそうに言いましたので多分会ってる人も多かったんじゃないかな皆さんもう忘れてるかもしれないですけど記憶を手繰り寄せてくださいとかねツイートをちょっと見直してみてくださいねはいそして先週先週は僕がズンたの脱出ゲームです出てい師出て止 強い。停止。議論 <laughs>、うん、じゃないもん。うん、日本語になってる。えー、ザーミアですね。カリスマ美容師のハサミ使い。 これ当たった人いるんじゃないですかいるかななんかちょっとね微妙な感じだった気はしますけれどもっんねねかてましたも今日ね激ムズなんですよ皆さん聞いてほしい今日もやっていきますけれどもまずはカードの山からそれぞれカタカナが書かれたカード7枚引きますシチュエーションカード4枚の中からカタカナカードを組み合わせてぴったりな技を生み出してくださいズンさんのシチュエーションカードは1個目牛丼の早食い2つ目マッサージ中に笑いのツボを押される中華の達人のフライパンさばきズンたの UFO キャッチャー いんですよ、はい、世界一美しい牛の鳴き声、うん、世界一美しいお風呂の鼻歌 <laughs> たこ焼き達人の串さばき。 福娘ザワミがやってきた適当だな最後マジで適超適当なの超適当なの世界一二個来たからそれで今回統一するのかと思ったらそうでもないしそうたこ焼き急に来たのじゃあ四つのシチュエーションカードに似合いそうな方タカ組み合わせて最後のギオンを発しましょう、えー、カード七枚全部使う無視3枚で勝負するもよ良しでございます三枚以上絶対つかなきゃいけないのがねうん難しいな行くかおすごいな心が決まっている僕は今日はいきますよなんだろうズンタ演じます ロウモデトあ<ー><う>あも<ー>うああでしょ<ー>これなんか僕ね全部使いました七枚全部え嘘、ー、ロウモデトうんただよく使いましたね全部 <laughs> なんかで、ね、奇跡的にいい感じに使い勝手のいいやつ全然使す、えー、でもなんか結構今日は投票率高いというか同じところにみんな投票して、うん くれそうな気がしますね。ええ、じゃあ、ザーミーも行くか。はい、ザーミ、演じます。ー<笑><笑>ああ、ま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 あ。素晴らしい。 ニュアンスがしっかりと伝わりますいや伝わったのかなだいぶ伝わってきましたよ、うん、みんな投票できますかねあのあ、ツイッターにアンケート機能であの、今ね、四択出ておりますから今、えー、それぞれシチュエーションで演じたもの何だったのかをね、当てて、えー、予想して投票してみてください寺島俊太と三沢さ幸かの小説家になろうなびセカンドブックいかがでしたでしょうか、はい、今回の朗読はね、結構一人一人がいろんな役をやるというか、ええ ちょ大変でしたね聞き分けられたかな<だ>みんなねだいたい2,3役ぐらい、ね、やってましたね,ねちょっと、まあ、声優の腕の見せ所でもあるので今後も頑張っていきたいなと思います、うんはい、小説家になろうでは読者の皆さんが新しい作品と出会えるように今日の一冊という作品紹介ページを更新しています今日の一冊ページでは紹介された作品のあらすじや登場人物などがまとめられていますので気になった作品があればページの下にあるリンクからそのまま本編を読み始めることができます詳しくは小説家になろう内の特設ページから ご確認くださいそしてこの番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができますまた Twitter も解説していますのでフォローリーツイートよろしくお願いします感想などをつぶやいていただく際はハッシュタグナロウ MBS でつぶやいてくださいまたリスナーの皆さんから番組へのメールもお待ちしておりますメールアドレスは narou.mbs.179.com narou.mbs.179.com です そしてパーソナリティ二2人ともにツイッターの y o u t u b e チャンネルやっていますのでこちらもフォローチャンネル登録よろしくお願いします。ということで小説家になるおナビセカンドブックまた来週お会いしましょう。寺島純太と沢幸子でしたバイバーイ,バイ,バーイ